ルドルフ一世は、ボヘミア王、オーストリア公、ハプスブルク家のローマ王アルブレヒト一世と、王妃エリーザベト・フォンケルンテンの息子。弟に、ローマ王フリードリヒ三世、オーストリア公、レオポルト一世、アルブレヒト二世、夫がいる。1300年に、フランス王フィリップ四世のイボイモートブランシュと、結婚したが、養成したカズメを設けたのみで、1305年に、 死別した。1306年、ボヘミア、ハンガリー、ポーランドの王を兼ねた、バーツラフ3世が後継者なしに死去すると、ボヘミアでは、バーツラフ3世の妹、アンナの夫で、ルドルフの母方のおじにあたるケルン天皇インリヒ六世が、国王に選ばれた。これに対して、アルブレヒト1世は、バーツラフ3世の父バーツラフ2世の未亡人リクサ エルジュビエタとルドルフを結婚させ、プラハを占領して、ボヘミア王位につけた。ボヘミア諸公には、ルドルフの即位を認めず、ケルンテン皇を支持し続ける者がいたため、ルドルフは、ホラジュジョビツェ要塞に追い詰めて包囲した。しかしこの工場戦の最中、1307年に、ルドルフは、セキリで病死した。翌1308年には、父アルブレヒト一世も、 同族のヨハンパリチーダに暗殺された。ケルンテン公は一旦は、ボヘミア王位を回復したが、アルブレヒト一世の次のローマ王に選ばれた、ハインリヒ七世が息子、ヨハンを王位につけ、ケルンテン公は、ボヘミアを追われた。ルドルフ一世、ありがとうございます。